これもですね、筋肉によって全然違ってきます。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は10回3セットはどうなのかということについてお話ししたいと思います。よくですね、初心者の方がジムに行ってトレーニングしましょうと言いますと、じゃあベンチプレス、スクワット10回3セットやりましょうというように言われると思います。この10回3セットというのは、まあ、いろんなジムで言われていること、まあ、これは日本に限らないでですね、海外でも結構そういうのが多いんですけれども、なぜ10回3セットなのかと言いますと、実は特に根拠はないです。まあ、10回というのが切りのいい数字なんですね。まあ、10進法ですので10回というだけであって、それが人間の筋肉とは実は関わりはないということになります。例えば10回といってもですね、スクワットを10回というとすごい移動距離が多いです。筋肉が働いている時間も長いです。でも例えばリストカールなんてのはあっという間に10回終わっちゃいます。筋肉の移動距離も少ないですし、筋肉が緊張している時間も短い。ですので、すべてのエクササイズにおいて10回というのは明らかにおかしいのではないかというようなことは言えると思います。まあ、10回というと教えやすいですよね。だいたい 80% 1RM ぐらい、だいたい効果が出てくるのが 1RM の 70% ぐらいからと言われていますので、15回ぐらいできる重量からだんだん重くしていって5回ぐらいまで、15回から5回ぐらいまでの重さ、ギリギリできる重さですと筋肥大の効果が高いと言われるんですけれども、10回というのはちょうどその中間ぐらいなんですね。ですので回数が多くもなく少なくもなく、ちょうどいいのが10回ということにたまたまなっているということで10回ということが言われているのかなと思います。で、じゃあ3セットというのはどうかということなんですけれども、これはですね、1セットでも十分実は効果があります。ただ多くの人は1セットでは追い込みきれないですね。心理的な限界というものがあって 100% の力は使い切れないです。で、ある程度トレーニングに慣れてくると、本当の限界が100だとすると、普通の心理的な限界が慣れてくると 60% から 70% ぐらい出せます。ですので2セットやると 100% 超えられるということになるんですね。ですのでトレーニングに慣れていて、フォームがしっかりしていて、筋肉に効かせられるという場合は2セットちゃんとやれば100を超えられるということができるんです。ただちょっと初心者であんまり筋肉がうまく使えないという人だと、3セットやらないと100までいかないということがありますので、まあ結果的に3セットがいいのではということになるんですが、これもですね、筋肉によって全然違ってきます。例えば大胸筋鍛える場合、ベンチプレスやって、インクライン、ダンベルフライやって、リップスやってみたいな感じになりますよね。全部3セットやるとトータル9セットになります。これは大胸筋中部だけとか上部だけ、下部だけを鍛えるということはできませんので、9セットやったらどこかの場所は明らかに3セット以上の刺激が加わっているということになってしまいます。ですので例えば上腕二頭筋だけだったら分かりやすいです。上腕二頭筋バーベルカールだったら3セットやって100を超えるというのは分かりやすいんですけれども、大胸筋とか広背筋とかいろんな種目をやってしまいますと、10回3セットの刺激を明らかに超えてしまうということもありますので、トータルでどれぐらいの刺激になるかということも考えていかなければいけないです。まあ、言い換えますと、例えば大胸筋の場合ですと、インクライン系を1セット、フラットを1セット、デクライン系を1セットで、トータル3セット、それだけやると全体的に1.5 ぐらいの刺激を与えられる、 100% 近い刺激を与えられるということになります。それが1セット、2セット、1セット、上部1セット、フラット2セット、デクライン1セットというように、トータルで4セットやると1つの場所に3セットぐらいの刺激を与えるということにもなってきます。ということを考えますと、333の9セットではなくて121の4セット、それでも十分だということになりますので、部位によっても必要なセット数変わってくるということなんですね。ですのでどこの部位も10回3セットというのは、教える方の都合といいますか、10回3セットというと教えやすいです。そういう、教える側の都合もありますので、最適のトレーニング、セット数回数ではないということになってきます。できればですね、筋力強化と筋肥大とかでもまた変わってきます。先ほど15回から5回ぐらいまでで筋肥大の効果があると話しましたけれども、筋力で考えますと3回から5回ぐらいの方がいいんですね。
で、筋持久力とかだと20回ぐらいやった方がいいということになりますので、どちらを目的として考えるかでも変わってくるわけです。ちょうどその中間ぐらい、筋力も 筋持久力も鍛えられるということで、10回ぐらいが中間ではあるんですけれども、まあ、逆に言うと中間ということはどちらも少しは鍛えられるけれども中途半端でもあるということになります。ですので、ある程度上級者になってきたらですね、筋力強化のために3回から5回のような重い重量、筋持久力のために15回から20回ぐらいの軽い重量でのハイレプスというような感じで変えていくのが良いということにもなりますので、初心者のうちはいいんですけれども、ある程度レベルが高くなったらそれに応じて重量、回数、セット数を変えていった方がよろしいかと思います。筋トレを休むことによってストレスを最大限に感じてしまう体の自分はどうすればいいでしょうか。オーバーワークよりもオフを取ることによるストレスの方がコルチゾールが出まくっているように感じています。それでもオフは取った方がいいですかとありますが、まずこれはですね、伸びているかどうかを指標にしてください。で、例えば毎日やってですね、伸びているならそれでもいいんです。逆に毎日やって伸びていないけどトレーニングしたいというのだったら、伸びていないということをちゃんと見つめること、例えばトレーニングノートとか、アプリでもいいんですけれども、自分がうまく伸びているかどうかをまず指標にするというようにしてください。伸びていればもういいものも変えなくていいです。でももし伸びていないのであれば、毎日やってオーバーワークになっているせいではないか、これをちゃんと選択肢として考えるようにした方がいいです。で、一回休んでみて、もし伸びたのであればそれが自分の体に合ってるということがはっきり分かりますので、まずはその自分の体、トレーニングの効果というものをしっかり見つめて、自分にとって合ったものを見つけ出す。で、休む方が伸びてるということが明らかにもう形になってですね、ノートがアプリに数値として現れたのであれば、それを見ることによってストレス、コルチゾールもなくなってくると思いますので、まずは伸びてるかどうかちゃんとノートをつけて、自分にとって合っているトレーニング頻度を見つけ出すというようにしてください。バルクス1周年大感謝祭を実行中です。日頃真剣にトレーニングされている皆様にですね、最高品質のプロテインをお届けしたいと思います。3個お買い求めいただきますと、最安値1個あたりなんと3330円でお買い求めいただけます。安っ、詳細はこちらの概要欄をご覧ください。はい、今回は10回3セットは正しいのかどうか、あとトレーニングを毎日やるのはどうかということについてお話しさせていただきました。面白かった、興味を持てたという方はチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。そして、いただいたご質問の中からピックアップして疑問にお答えしていきますので、何かわからないことがありましたら気軽にコメントを入れていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。